中国語の子音を発音するコツ。まあ、一言で言いますと、この日本語はこの母音優先の言葉ですが、まあ、中国語は逆に子音優先の言葉です。まあ、例えば日本語で、か、きという時は、これ母音優先なんですね。まず、あの口の形を作って、か、あ、き、い。これが日本語の、か、きです。ところが、この子音優先の言葉、まあ中国語とか英語風に子音優先はこれ逆で、K という子音は必ず、くという口の形になります。後ろにどんな母音が来ても、か、きにはならないです。くの口のままで、く、あ、く、い、こわくい、こわくいというのがこの子音優先の言葉の発音なんですね。で、日本語、我々日本人ですから、ついつい、中国語の子音を発音するときもですね、まず母音の口の形を作って子音を言っちゃう。これはダメです。そうじゃなくて、中国語の場合、後ろにどんな母音来るか関係なくですね、子音固有の口の形を作ると。で、それに合わせて、後ろの母音を、口の形を変えてもいい。ということで、まあ、中国語は子音優先の言葉であるというのを覚えておいてください。まずは、ぼ、ぽ、も、ふの発音から聞いてみましょう。ぼ、ぽ、も、ふ。心音は超音部位として唇を使う発音です。で、この、ぼ、ぽ、もの3つはこの、上と下の唇を使う両心音ですが、この F は上の歯と下の唇を使うこの新子音、フォーです。で、このコツはですね、この母音を発音する前に、この上下の唇を、まあ、ぴったりくっつけたりするための時間で、ためのこの時間を意識的に作ってください。で、この、ぼー、ぽーの2つの発音については、第3課、子音のですね、まあ、3番目の無気音と有気音のところで説明しましたので、そちらをご覧ください。次に、もの発音の仕方、説明します。まあ、基本的には、ぼと同じです。で、これは上と下の唇をしっかり閉じ合わせてください。で、自分でこの自分にキスをするような感じで、この自分の唇のプリプリとした感じを味わいながら、んね、この M というね、んという唇の形にしてください。で、このんの唇の形から、まあ、日本語のもーよりもゆっくりめに、もー、もー、もーという感じで発音してください。次に F を、フォーの発音の仕方は英語の F と同じで、上の歯を軽く下の唇にくっつけた後、フォーという感じで発音してください。ぽ、ぽ、も、フォー。次は舌戦音について説明します。ぷ、ぷ、ぬ、る。舌戦音は舌戦、すなわち舌の先端をこの上顎の歯茎の裏にこのペチョッとくっつけます。まあ、これが上顎だと思ってください。この私の手が。で、これが舌だと思ってください。で、これが例えばこのぷ、ぷ、ぬ、るのようにですね、ペチョッとくっつけた後素早くでかなり意識的に意図的に舌を喉の奥の方に引き込んでください。ぷ、ぷ、ぬ、る。で、まずはこのぷの発音の仕方ですが、まずこのぷ、これは無気音ですから、まあ、日本語の濁音、だじずでど
と、それから声音、立ちつてとの中間のような感じで、だじずでど、立ちつてとの間で、だりどでどぐらいの感じで、だりどでどぐらいの感じの子音を、まあ、D として出してください。で、このやり方の手順を説明します。ね。で、これが、上顎だと思ってください。で、これが前歯だと思ってください。で、この上顎の、この歯茎の裏に、ね、下の先端をね、ちょっとつけます。で、舌をこの、さっと離しながら、ね、この母音の発音の仕方は、解説はこちら。まあ、クリックすると、この飛びますけど、前に解説しました。ね。はい。で、そこをまた見て、復習しておいてください。で、この、発音、ね、もう一回やりますけど、この、うーの発音をしながら、ぷー、ぷー、で、思い切ってですね、この口の奥の方まで引っ張ってください。ふーの発音の仕方。で、これはですね、先ほどのこの、ぷー、これを有機音化して発音してください。で、これを、ぷはー、ぷあーと言ってはおかしいんですけど、ぷあーではなくて、ぷー、ぷーのように、で、ふ、ふと言って必ずこの、喉をこする瞬間を入れて、くこういう感じですね。くくという感じで発音してください。で、次のこの、ぬも同じ要領で、この、下の先を上の歯茎の裏にぺったりくっつけて、んーと発音して、ぬぬぬのように発音してください。た、た、な、ら。はい、ということで、次に LE の発音の仕方も基本的には同じで、まあ、この下の先をですね、ぺちょっと、た、く、ぬ、る。これは下の先くっつける場所はもう同じですから、で、このくっつけて、うーと発音します。う、で、る、るという感じで、ぴったりくっつけて、さっと話す。る、る。で、この、さっときれいに話すのがミソになります。